上条レンの、せーの、夏のコラボフェス実施中。詳細は特設サイトをチェック。伊地川ラキ、上条レン、夏のコラボフェス。皆さん、こんぱちは。パチガブ専属パチンコパチスロバーチャルライターの上条蓮です。上条蓮ちゃん、はい、蓮ちゃん、今回もよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、前回のね、カルマ戦企画もすごかったよ、ラキちゃん。すっごい楽しかった。めちゃめちゃ楽しかったよ。いや、もうそう言ってもらえて本当すごい嬉しいし、もうね、このうちのね、鬼畜上さんの無茶ぶりに見事勝った姿にも私心を打たれました。本当すごかった。それに褒められると照れるな。いや、本当すごかったよ。まだね、見てない人はぜひチェックしてみてくださいね。ディスカップの装備倒すね。あー、でも私もディスカップ打ちたかったな。レンちゃん、レンちゃん、打ってたよね。打ってないですよ。はい、からやらす。はい、ということで、それではね、はい、始めていきたいと思います。はい、今回の企画なんですが、まあ、噂をすれば、あの、キッチン上さんから指令書が来ているので、そちらを読んでいきたいと思いますね。はい、はい、皆さん、コンパチは鬼畜ではない運営です。いや、なんかちょっと喧嘩ってきましたね。虹川ラキさん、はい、今回は上条蓮とコラボしてくださりありがとうございます。あー、こちらこそです。ありがとうございます。はい、です。はい、さて、今回の企画ですが、お二人にはパチジェスチャーゲームにチャレンジしていただきたいと思います。なんだそれは。今からお題としてパチンコパチスロに関連する人や人や物を提示しますので、上条蓮は虹川ラキさんにジェスチャーで伝えてください。なるほど。私がジェスチャーするのね。ルールはパス3回まで OK で、制限時間は3分間。ちなみにパスできるのは虹川ラキさんのみです。あ、そうなの。私だけがパスできるの。え、上条蓮にパスの権限はありません。鬼畜だね。でしょ、でしょ。何が鬼畜じゃない上だよ。まあまあまあ、なんかちょっといろいろ怖いところがいっぱいあったんだけど、まあ、待ってね、まだなんか続きが書いてあって、何このジェスチャークイズ、1問正解するごとに、上条蓮が絶賛挑戦中の一流ライターへの道のポイントを5ポイント差し上げます。虹川さんにはお手数ですが、上条蓮にご協力いただけると幸いです。だって、これはね、これはね、すごいの。ライターへの道のポイント5ポイント、これはすごい。しかも、まさかの達成できなかったらクビって、ね。そんなことある。そんなことあるの。デッドアライブ状態なんです。いや、でもなんかすごい親近感湧くよ。え、そうなの。私も日々、ちょっと消えかかってる時あるから。そんなことないよ。お互いちょっと生存をかけて頑張っていこう。そうだね、生存戦略していこう。で、しかもね、合計100ポイントを取ったら、その雑誌掲載ね、首を免れてライターデビューできるんだけど、計算すると20問正解できれば、一気に雑誌連載デビューできるんですよ。すごい、いいとこあるじゃん。ねえ、ちゃんの上さん、いいとこあるじゃん。これは、あ、鬼畜って言ってごめんなさい。ね、はい、ということで、ラギちゃん、ここは一つ協力してもらえたら嬉しいです。任された。ご協力しますよ。ありがとうございます。そしたら一緒に乗ろうね。うん、やった。ということで、早速やっていきましょう。虹川ラキさんと上条蓮のパチジェスチャーチャレンジ、スタート。はい、じゃあやって。はい、はい。なんだなんだ、スロット、スロット、リール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 、当たり、リール、リールだった。え、次は、なに、腹水棒に帰らず。違う、そうじゃない。え、なになに、何してるの。ガラガラガラ。スロットの、パチンコの玉入れてる。オッケーオッケーオッケー。はい、はい、次。どんどん。長いの長いの難しいじゃん、絶対。え、いい子だね。お前はいい子じゃない。お前は、あっち行け。いい子だね。違う、なに。どういうこと。なに、マックスベット。マックスベットを押して、パンチ。鉄拳じゃない。嘘、もう、え、絶対もう鉄拳じゃん。パスして。
パス。ここの声が聞こえたからちょっと一回。じゃあパスで。はい。さっきと一緒なんだけど。さっきと一緒なんだけど。やってることが一緒だよ。じゃあ何もわかんない。背が伸びる子供を抑える。背が伸びないようにする。マックスベッドを押してガチャンって。マックスベッドじゃない。これがマックスベッドじゃない。マックスベッドをぶっ壊す。え、合ってんの？合ってんの？そう。合ってちゃダメだよ。壊して、レンちゃんが壊す。レンちゃんじゃないの？あなたはレンちゃんじゃない。世間一般。世間一般。先輩。先輩。そう。先輩が。先輩がベッドを壊す。あ、ベッドじゃない。ね、レバーを壊す。壊しちゃダメだよ。何言ってんの、上さん。困ってる、戸惑ってる。あ、打って。お財布の中身がないから歩いて男泣き男泣き違う男泣きじゃないあなたは一体誰なのあなたは一体誰レンちゃんレンちゃんとやってる先輩先輩がお財布が空っぽで合ってる金のない先輩いけそう、うん、ウィン。あー、ここが空いているなー。はーい。ピコ？え？なにね、わかんない。え？なに、今何が起きたの？学校、うん、なに、壊れた。朝一番に店に入ってきたら、ビール、回そうと思ったら、回し始めたらガラガラって回し始めるじゃん。ドゥルルン、ドゥルルルン、ドゥルン、ドゥルン、ピン。ドゥル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 。当たった。朝一ビッグボーナス。そういうこと？そういうこと？オッケー、やった。嬉しいね、いいことね。はい、終了。はい、ということでジェスチャークイズでしたが、はい。一体何をやってたのかがすごく気になるので、じゃあちょっとね、はい、どんなことやってきたかちょっと見てみましょうか。見てみましょう。まず1個目がスロットのリール。あ、それは最初のやつ分かった。すごいよね。ルルルルルって思って。分かってます。サポーターですよ。さすが。はい。で、次が目玉を流す店員さんも。ああ、すごかったね。ルルルって言ってたやつ。伝わった？うん、伝わった。上手。上手だった。やったやった。で、次からが分かんなかったの、何あれ。まずね、書いてあることを読むのがまず大変だったんだけど、うわって言ってたやつだ。そう、ボタンが壊れるんじゃないかという勢いで、チャンスボタンを押す人。チャンスボタンを押してたのか、あれ。だから、こう、うわーんって言ってたんだ。なんかね、もう心の声がダダ漏れしてね、パスしてって言ってね、パスしてもらったから、よし、次頑張ろうって言ったらさ、次がレバーが壊れるんじゃないかという勢いでレバーを叩く人だよ。同じ聞いてたんだね。レバーだなって思った。そうだってボタンの時はね、見えたよ。あのジェスチャーでレバー見えた。本当見えた。この人この世間一般とか言ってたからね。分かってマジよかった。で、次が泣けなしの軍資金がつきた先輩。そういうことだって。中の泣きながらお財布がここだよ。軍資金、軍資金っていうのね。そうなんだね、知らなかった。持ってくお金をね、そう、軍資金っていうので、それはギリギリ分かってもらって、そして最後もギリギリだけど、お座り一発で当たった人って。ね、このお座り一発って何なの？そのね、座って最初に1ゲーム目で当たる、もう最初の3コインで当たること。ああ、そう、まあスロットのパチンコもそうだけど、で、さっきガコって言った時に壊れたって言ったんだけどね、あれはね、ジャグラーのね、プレミアみたいな、なんかそのボーナス確定をね、ガコって言うとね、当たるみたいな、それをやったの。そうなんだ。じゃあもうこれが分かる先輩はもうバシバシ当てられてたわけだね。もしかしたらでもジャグラーって答えられてたかもしれないね。先輩の答えも気になるので、また何かの形で教えてください。そうですね、皆さんも一緒にね、考えてもらって楽しんでもらえたのかなと思います、ということで、これだけだったのかな。いや、多分、他に多分違ったと思うけど。そうなんだ。試しにさ、ラキちゃんもなんかジェスチャーやってみて。やりたい、やりたい。じゃあやりましょう、やりましょう。じゃあ私こっち乗ってね。じゃあそれじゃあ、ラキちゃんのジェスチャークイズまで3、2、1、どうぞ。はい、はい、なになに、え、志村けん、え、近い。志村けんが来て、
バカ殿、お前は何をやってるんだ。しょうがないな。じゃあお餅でも食べるかい。ううそうか、お前には食わせんよ。おい、人を呼んでこい。え、何やってるの。違う違う、ダメダメ。何かも、ダメかも。小室哲也、え、遠ざかった、遠ざかった、バズ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 、なんかかわいい。え、ごめん、全然わかんない。でも近かったよ、本当だいぶ近かった。はい、こちらが正解でした。店員さんにこの台全然出ないじゃないかというクレームを言う。おじいちゃん、あ、なるほどね。でも完全にこう言ってたから小室哲也かと思う。違うよ、バーの前でボタン押してたんだよ。なるほどね。れんちゃんすごかったんだね。いや、もう私台に座ってるっていうことすら伝えられなかったから。違うよ、それはね、ラキピョコ、うん、あのね、キチクウエのね、まんまとやられてる。あ、ダメだ、洗脳される。こんなの分かるわけないから。そうだ、分かるわけないもん。そうそうそう、こんなジェスチャーでやれないよっていうね。難しかったです、うん、はい、ということで、はい、はい、改めて今回獲得できたポイントはなんと25ポイントということで、わー、ラキちゃんありがとう。よかった、よかった、役に立ててよかったよ。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、本当によかった。ラキちゃんのおかげで私これからも頑張りますので、今日ラキちゃんと一緒にじゃあやって携帯を目指して頑張る。そうだね、あやかりたいと思います。はい、はい、それじゃあまた次回の動画で、せーの、バイバーイ。バイバイ。ツイッターキャンペーンのキーワードはこちら、夏。皆さん、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。